はい、おはようございます。サラダ農園です。今日は11月26日ですね、火曜日です。今日もですね、セントルマルシェですね、広島の三越の方で、マルシェが行われておりますので、そちらの方にですね、もう結構だいぶ取ってですね、少なくなってきたんですが、キャベツの方ですね、ちょっと収穫して、持って帰ってですね、出荷の方、作業の方をしていきたいと思います。あとブロッコリーの方でもですね、だいぶ売れてるみたいなんで、ブロッコリーもですね、一緒に収穫して、出荷の方をしていきたいと思います。あと昼はですね、圃場のですね、草刈り作業の方、分もわでちょっとやっていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、キャベツ畑はこんな感じで、もう中にはまだちっちゃいのもあるんですけど、ほとんど収穫し終わってですね、だいぶ数が少なくなってきました。まあ、中にはですね、そこそこのキャベツもまだあるんですが、だいぶ取り終えてきました。はい、これも大きいですね。まあ、草にまみれてるところはまだだいぶキャベツ自体がちっちゃいんですが、最初ですね、水没したところ、水没したところはまだキャベツ自体が小さいですね。この、紫のアントシアニンが出てるこの付近がちょっと水没してですね、生育がだいぶ遅れてます。まあ、ちょっともう寒いんで、こんなに、これ以上、外葉が大きくなることは多分ないと思うんで、もうここは収穫せずに終わるか、小さいもう手のひらサイズで収穫するか、そんな感じになると思うんですけど、収穫をですね、徐々に、この辺のちっちゃいやつはもう少し置いとけばもう少し大きくなりそうですね。はい、こんな感じで今キャベツの圃場は、僕はまあまあもうちょっと残ってますけど、結構もう収穫が大きいものから収穫しておりますので、だいぶなくなっております。はい、キャベツの圃場の様子はこんな感じですね。では今から原田農園に帰ってですね、ブロッコリーの収穫の方やっていきたいと思います。はい、今昼休憩になってですね、昼ご飯食べてきたんですが、今日の昼はですね、T の45にですね、
ハンマーナイフモア、汎用機器製のですね、ブームモアですね、ZH34 をつけてですね、アゼ、昨日ですね、額縁迷宮を、きれいにしたところですね、こちらのアゼ草を買っていきたいと思います。それではやっていきます。はい、こんな感じですね。アゼグサは、一番上を除いてですね、ちょっと一番上は届かなかったんですが、一番上を除いて、きれいに、刈ることができました。昼のですね、ご飯食べてからのですね、作業で、この半分刈れたというのはですね、やっぱり機械の、力はすごいですね。これだけ刈ろうと思えば結構時間と力を使ってですね、いるからの作業ヘトヘトで、仕事に行けない感じになると思うんですけど、バッチリですね、刈ることができました。あれ、夜間作業のようにライトがついてますね。はい、この先はですね、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、タイヤがちょっとかなり埋まる感じで、もしトラクター埋まっちゃうとですね、ブームワーまで壊れてしまったらいけないので、ちょっとこの奥はですね、手で刈っていきたいと思います。まあ、半分だけでも刈れたというのは素晴らしいことですね。屋根溝を潰したらやっぱり水が結構、ね、出てきてますね。だんだん水がこちらに
押し寄せてきてます。はい、このかこういう感じで上の、田んぼからですね、圃場から、水がこっちへ湧いてきております。この橋に切っている名橋もこんな感じで水がたっぷり溜まってます。はい、昼の作業は、これで終わりにします。お疲れ様でした。